ビッカース・ウィンザービッカース・ウィンザービッカース・ウィンザーは第二次世界大戦末期にイギリス空軍向けにビッカース社で試作された爆撃機である。ビッカース社独特の体験構造の胴体と翼を持つ4発10爆撃機だったが第二次世界大戦の終結により試作のみで終わった。ビッカース社が体験構造を持つ4発10爆撃機として開発したのがウィンザーで 試作第1号機は1943年10月に初飛行した。ウィンザーは当時のイギリス機としては直線的な外形をしており、主翼と尾翼はアスペクト比の大きな楕円翼を採用していた。主脚は4本あり、核、エンジンなセルにそれぞれ格納した。特徴的だったのは後方の防御武装で胴体尾部に移転席が設けられていたが、機関砲は 両外側エンジンなせる後端に装備され、いてはこれらを遠隔操作するようになっていた。試作1号機は、ロールスロイスマーリン65エンジンを搭載していたが、テスト中の1944年に事故により、破損してしまった。その後完成した2号機と3号機には、マーリン85エンジンを搭載した。テストの結果1945年に300機の生産発注が行われたが、 生産準備中に終戦となったため発注はキャンセルされた。終戦時は試作4号機が製作中であった。ありがとうございます。